あのさ、やっぱりさ、うん、体調ね管理大事なんじゃないですか。はいはいはい。あのジェル先生も言ってくれた、寝れるとき寝とき、はいはい、あ違う、これジェル君言ってねえかそれ前もじゃないか。はよねやだ、はよねやというね経験あるじゃないですか。はいはいはい、ね、僕もさ、楽屋で寝れる時があったら寝たいなと思ってさ、はいはいはい、寝ようとするんだよ、うんうん、そう、ちょっと、あ、眠いな、眠いなって言って寝ようとしようとしたら、楽屋入ったらもうリーヌくんが先に占領してるよこれいや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 、完全にもうね、これは罪ですね、もう毎回最近寝なくなったって言ってたけど、毎回寝ようとしてる、てか寝てる。 いや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 、それはでもね、お休みセットある、お休みセットが先に行かない方が悪いですか、それはいやもう完全にこれは罪だね。まあその第三者視点の僕から言わせてもらえますと、はい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 、コロちゃんが占領してる時もあるし、さとみじゃなくてリーヌが占領してる時もある。喧嘩両成敗ってことですか。どっちもどっちです。この44公演やってリールが寝てなかった回見たことないもん。いやいやいや、持ったとしても多分ね3日ぐらいで起きてたの。いや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 、そんなことはない俺だって元気に朝ごはん作ってるからなってね、わーいトースト焼こうとか言って。いやだから飯食ってお腹いっぱいになって寝てんだよ赤ちゃんじゃねえかお前そう、リールくんかわいいのさ、うん、みんなさなんかやって、ね、時間とかもある、メイク終わって後とかもまあ多少時間あるんだよ、うん、それだからさとみくんとかさ、あのね、ライブのさちゃんと見て、ライブの映像とか見て自分のなんかここもうちょっとよくできるかなみたいなとか見たりとか、はい、あの、はいはい、ルートくんとかもまあ暇があったらちょっとなんか振りとかでもないけれども、なんかなんだろう、ちょっとテレビ見たりとか、そう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 、ネットフリックス見たりとかして、まあ暇を潰してるんだけど、振りからネットフリックスに乗って移動した。ね、振り見たりとかネットフリックス見たりするんだけど、ネットフリックスの振りってこと？リーヌくんはね、もうコマンドが寝るっていうコマンドしかない。寝る、メイク、飯食うの3択しかないから。あのね、また寝るんだろうなと思ったら本当に寝てるっていう。いや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 、パワー充電ですか、それやっぱり。パワー充電なのか。いやでも待ってから、44個一コロジが寝てることも多かったですよね。まあ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 、僕も多かったですね。2日目に寝がちだね、コロンは。ああまあまあ、1日目はなんかあんま寝てるイメージないけど。確かに。そうだな、でもいや、でもこれは圧倒的にリーヌくんだね、回数で言ったら。いやいやいや、そんなことはないね回数で言ったらリーヌくん。いやいや、いえ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 、完全に赤ちゃん。なんかもうお腹が空いたらおぎゃーおぎゃーって言いながら飯食うもん。腹減ったな。後半楽屋戻ったら二人で寝てたもんだって。お前ら二人で。だからね、なんか自然とわかんない、会場の違いかわからないんだけどね。最初ソファ1個ぐらいだったのになんか2個に増えてんだよね。なんかちゃんと設定してくれたのかな。2個になってたんだよな。寝てました。寝てたな。寝てたな。やんそれは。がっつり寝てたな。しかも寒いからメンバーのパーカー奪って寝てました。いや本当だよ。そうパーカー何枚も寝てんの。貸してっていうのも言わずに寝てるから。リーヌくん。貸して言わずに取るはそれコロちゃんにも刺さるからねそれは。確かにいろいろ刺さるね。最後のさ、アリーナツアーお疲れ様でしたあの時の放送にさ、うん、あのいやさすがに充電器とかもう今まで振り返ってみてさ、充電器とかさ無言で撮ったことないだろうと思って前回の放送で言われてはいはい、はい、ないやんもうそんなさとかって思うもやもやしてたらさ、うん、あの気づいたらルート君の充電器刺してたわ気づいたらルート君の充電器おー刺してる刺してると思ってこれかとやっと自覚したやっと自分じゃ分かんねえことってあるんだな、たくさんな。あるんだね、うん、バカおもろいマジで。まあ寝てたに関しては、うん、まあコロちゃんも結構な割合で寝てたから。確かに。えまあ早い者勝ちってことでいいんじゃないですか。早い者勝ちか、そう思います。うん、はい、確かにね、まあ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 、そう思います。寝てパフォーマンス良くならね、それは寝るべきだ。はい、そう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 、間違いないです。じゃあ次から布団持っていけばいいや
欲しいよな、布団。寝袋みたいなの用意してもらえないから。確かに。からもそうだね。よだって、寝袋必要だな。僕、さとみくんが座る場所なくなるもん、ね。いや、そうなんだよ。そのためだけに、お前らのためにの、俺たちが座れないから寝袋用意してもらって、床に転がしときてよ、お前らのも。床でも寝ます。床でも寝ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。